声の広報八街平成30年12月15日号をお届けします。提供八街市役所、制作八街市朗読グループ、協力八街市社会福祉協議会。今年は暖冬と言われていますが、急に寒くなってきましたね。皆様はいかがお過ごしでしょうか。それでは主な内容をご紹介いたしましょう。区自治会の活動を紹介します。知っていますか、障害者虐待防止法、みんなの広場、町の話題、以上でございます。広報八街ナンバー819、平成30年12月15日号、発行八街市、編集総務部秘書広報課、発行日毎月1日15日、郵便番号 289-1192、 千葉県八街市八街歩35番地29、電話 043-443-1111、 ファックス 043-444-0815、 ホームページ https://www.city.yachimata.lg.jp/。 もうすぐクリスマス。八街駅北口森の泉公園にあるライトアップツリーもとても綺麗だから、みんなも見てね。区自治会の活動を紹介します。区自治会とは、同じ地域に住む皆さんがより良い地域社会を作るために組織された任意の団体であり、それぞれに特色と今まで歩んできた歴史があります。また個人、自助では解決が難しい問題を地域で支え合って解決するさまざまな取り組み、共助も行っています。環境づくり、ゴミを効率よく収集するため各地域に集積場所を設置し、普段から維持管理を行っており、さらに地域の広い範囲をきれいにするため環境美化活動なども実施しています。また大雨での冠水を防ぐため側溝清掃を地域で一斉に行っています。災害対策、災害に備え、自主防災組織の創設や防災訓練、講習会の実施、加入世帯分の食料などを備蓄しています。災害時に区自治会を中心とした地域住民による避難誘導や安否確認が行われることで、被害の軽減や救命率の向上につながります。また地域住民が担い手となっている消防団の活動を支援しており、火災や自然災害時には区自治会と消防団が連携して対応しています。防犯、地域の安全を確保するため防犯パトロールを実施したり、見守り隊を結成し、小学生の登下校の安全確保に努めています。また区自治会に加入していると近所や地域の方との触れ合いが生まれ、顔見知りになることから、いち早い不審者の発見につながり、地域内における犯罪を未然に防ぐことも期待できます。情報の発信、毎月行政情報などの回覧物を配布しています。また地域の開放などを作成し、その地域の情報を発信しています。イベントや行事の開催、夏祭りや収穫祭り、餅つき大会やどんどっぴなど、その地域ならではのイベントや行事を行っており、地域の歴史や取り組みに触れることができます。また子育てサロンや高齢者サロン、子ども会などの各種団体の活動や社会福祉協議会の活動なども支援しています。集会施設の管理運営、
地域行事や各種サークル活動の場として活用されているコミュニティセンターなどは区・市会が管理・運営しています。施設を維持管理するための光熱水費や修繕費用などの経費は会員から集めた会費によって賄われています。各取り組みについては行っていない区自治会があります。八街市区長会の活動紹介。市内39地区の区長が年に数回集まり、区長会議や意見交換会を開催して課題の共有や情報交換を行っています。また各区長は地域と行政とのつなぎ役として回覧物の受け取りや地域住民の要望の取りまとめなどを行い、より良い区の運営に努めています。区自治会の活動を詳しく知りたい方は、お住まいの地域・区自治会の役員へご連絡ください。連絡先などが不明の場合は、市民共同推進課へお問い合わせください。問い合わせ、市民共同推進課、電話 312-1140、 9月21日金曜、中央公民館で行われた区長・区長代理者による意見交換会の様子が掲載されています。プラスチック製容器、包装、雑紙の分別にご協力をお願いします。プラスチック製容器、包装は様々な製品の原材料にするため、指定保管施設に集められ、汚れているものや他のゴミを取り除き、品質を高めてリサイクルされます。雑紙は可燃ごみを減らし、古紙のリサイクルを促進するために取り入れてます。プラスチック製容器包装と雑紙の出し方は次の通りです。プラスチック製容器包装、プラマークが表示されている容器や包装に使われているものがプラスチック製容器包装です。食べ物がついてしまったトレイや洗剤のボトルなどは汚れを落とし、レジ袋に入れずにプラスチック製容器包装のゴミ袋に入れてください。油などがこびりついて取れない場合は燃やせるゴミ袋に入れて出してください。医療系廃棄物や刃物などの危険物は入れないでください。プラマーク、シャンプーなどのボトル、卵パック、食品などのトレイ、お菓子などの袋、雑紙、雑紙は包装紙、菓子などの紙箱、ティッシュペーパーの箱、紙袋、コピー用紙、はがきや封筒、カレンダー、トイレットペーパーやラップの芯などです。紙袋に入れたり、包装紙に包んで紙紐やビニール紐で注文時に縛って出してください。粘着テープは、テープや配送伝票、ビニールなど紙以外の部分、住所や氏名などの個人情報が記載されている部分、金属などの留め具などは切り取るなどして取り除いてください。包装紙、菓子などの箱、コピー用紙、封筒など、詳しくはクリーン推進課までお問い合わせください。問い合わせ、クリーン推進課、電話 443-6937、 ゴミの分別にご協力をお願いします。知っていますか？障害者虐待防止法。障害のある人が尊厳を保ち安心して暮らしていけるよう、虐待を発見した場合の通報義務を定めたり、虐待を受けた人の保護や家族の負担軽減、虐待防止などを図るため、平成24年10月1日に施行された障害者虐待防止法を知っていますか？
対象障害者、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害を含む心身の障害や社会的な障害によって日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人。障害者虐待の種類。養護者による虐待。障害者福祉施設従事者などによる虐待。使用者による虐待。障害者虐待にあたる行為。身体的虐待。叩く、蹴る、殴る、つねる。無理やり食べ物や飲み物を口に入れる。ベッドに縛り付ける。性的虐待。性器への接触。性的行為を強要する。キスをする。裸にする。わいせつな映像を見せる。心理的虐待。怒鳴る。罵る。悪口を言う。仲間に入れない。子供を扱いする。わざと無視する。放棄、放にネグレクト。食事を十分に与えない。不潔な住環境で生活させる。必要な医療や福祉サービスを受けさせない。経済的虐待。年金や賃金を渡さない。財産や預貯金を着服する。日常生活に必要なお金を与えない。虐待を受けている、虐待をしているという自覚は問いません。虐待を早期に発見し、適切に対応すること、そして地域全体で障害のある人を支援していくことが大切です。虐待を受けた人や、障害のある人への虐待に気づいた方は連絡してください。連絡先、月曜から金曜日、祝日年末年始を除く、障害者虐待防止センター、障害福祉課内、電話 443-1649、ファックス 443-1742、土曜、日曜日、祝日、年末年始、相談、支援事業所、就職するなら明朗塾、電話、090-1219-9390、認知症サポーター養成講座を開催、一人でも多くの方に認知症を理解してもらい、認知症になっても、周りの方々に支えられながら暮らしていけるよう認知症サポーター養成講座を開催します。日時、平成31年1月30日水曜、午前9時から10時15分、会場、総合保健福祉センター、対象、市民、10人以上集まれる自治会やサークルなどを対象に講師の派遣を行っています。講座終了後、認知症、高齢者等を抱える家族の交流会を開催します。申し込み、地域包括支援センター、電話 443-1207。認知症、高齢者等を抱える家族交流会を開催。一人で抱え込まず、日頃の介護の悩みを負担に感じることを話し、気持ちを軽くしてみませんか。日時、平成31年1月30日水曜、午前10時30分から正午。会場、総合保健福祉センター。対象、認知症の人を介護する介護者、家族。申し込み、地域包括支援センター、電話 443-1207。農業者年金に加入しよう。国民年金の
第1号被保険者保険料納付免除者を除くの上乗せ年金として60歳未満の農業従事者年間60日以上の方が加入できます。保険料月2万円から6万7000円は自由に決められ額の変更もできます。65歳から生涯にわたり年金が支給され80歳前に亡くなられた場合には遺族に一時金が支給されます。平成14年度からの平均利回り16年間は 2.8% です。社会保険料控除など税制面での優遇があり節税になります。農業者年金の受取額のシミュレーションもできます。問い合わせ農業委員会事務局電話443-1483。住民票の写し印鑑登録証明書の自動交付機を臨時休止します。市役所1階の市民課前にある住民票の写し印鑑登録証明書の自動交付機を保守点検のため臨時休止します。休止日時12月28日金曜午後1時から5時。休止中は市民課窓口で証明書の交付申請をしてください。ご不便をおかけしますがご理解とご協力をお願いします。問い合わせ市民課電話443-1120。役立つ中高年の再就職支援セミナーを開催。就職活動をどう進めていいかわからない、自己 PR の方法を知りたいなど、再就職スタート、就職スキルをテーマに、千葉県ジョブサポートセンターの講師によるセミナーを開催します。セミナー終了後、セミナー参加者を対象とした生活就労に関する出張相談、先着4人を行います。日時、平成31年1月16日水曜午前10時から午後0時30分。会場、桜市志津コミュニティセンター。対象、おおむね40歳から65歳で休職中の方。定員30人。予約が必要です。雇用保険受給中の方は、就職活動の実績になります。申し込み、商工観光課、電話443-1405。就活基礎セミナーを開催。就職活動の進め方がわからない。就職活動が初めてまたは久しぶり。就職活動に必要な基本的知識を知りたいなど、就活をスタートする際に必要な知識の習得をテーマに、ジョブカフェ千葉の講師によるセミナーを開催します。セミナー終了後、就職活動に関するちょこっと相談、個別相談15分程度も行います。日時、平成31年1月23日水曜、午後1時30分から3時40分。会場、桜市ミレニアムセンター。対象、就職希望の15歳から44歳の方。定員20人。予約が必要です。託児を利用する場合は、平成31年1月15日火曜までに予約してください。雇用保険受給中の方は、就職活動の実績になります。申し込み、商工観光課、電話443-1405。新春子ども会書き初め展作品を募集、展示、対象小学生以上で市内在住、在学、在勤の方、部門、小学生各学年の部、中学生の部、高校一般の部、小中学生は各学年ごとに課題が異なります。応募期間、
方法、平成31年1月7日月曜から9日水曜午前8時30分から午後5時に社会教育課窓口で受付します。展示期間、時間、平成31年1月19日土曜から26日土曜、19日土曜、正午から午後6時、20日日曜、午前9時から午後6時、22日火曜から25日金曜、正午から午後6時、26日土曜、午前9時から午後6時、月曜日は休館日。会場、中央公民館。問い合わせ、社会教育課、電話 443-1464。 みんなの広場、伝言版、会員募集。棋友会、囲碁、日時、毎週火曜、木曜、金曜日、午後1時から4時、会場、老人福祉センター。費用、年会費500円。問い合わせ、山田義弘、電話 090-5950-2072。 お知らせ、平成31年度の印旛郡市広域市町村圏事務組合職員を募集。採用職種、予定人数、一般行政上級1人、受験資格、昭和58年4月2日から平成9年4月1日に生まれた方で、学歴は問いません。平成9年4月2日以降に生まれた方で、学校教育法に基づく大学、短期大学除くを卒業した方、平成31年3月までに卒業見込みの方含む。試験日、平成31年1月27日、日曜。試験場所、さくら中央公民館。受付締め切り日、平成31年1月8日火曜必着。試験案内、申し込み帳などは、当組合で配布するほか、組合ホームページよりダウンロードできます。ホームページ、http://www.i-koui-ki.jp/koui-ki/。 申し込み問い合わせ先、印旛郡市広域市町村圏事務組合事務局管理課、電話 485-0397。千葉県特定最低賃金を改定。12月25日火曜より、千葉県特定最低賃金の4業種について、それぞれ20円から27円引き上げます。引き上げします。問い合わせ、千葉労働局労働基準部賃金室、電話221-2328。不要品情報、譲ってほしい、シングルベッド、品物の確認などは当事者間で調整してください。問い合わせ商工観光課、電話 443-1405。 火災予防ポスター展、入賞者が決定。佐倉市、八幡市、治水町消防組合及びさくら防火安全協会の協賛事業として、館内の小学生から火災予防ポスターを募集し、537点の応募がありました。厳正な審査の結果、次の通り八幡地区の各賞が決定しました。受賞名、さくら防火安全海峡会長賞。学校名、学年、八幡東小学校4年、
氏名、加瀬あずなさん。八街消防署長小、八街東小学校6年、山の口、蓮里さん。優秀賞、甲信小学校2年、山本康介さん。優秀賞、川上小学校1年、日色瀬名さん。優秀賞、八街東小学校4年、内藤空人さん。優秀賞、八街東小学校5年、山川夏樹さん。なお、最優秀賞作品、桜市在住小学6年生の作品は、平成30年度火災予防オリジナルポスターとして館内に掲示されています。桜防火安全協会長賞、八街東小学校4年、加瀬安寿さんと、八街消防署長賞、八街東小学校6年、山の口蓮里さんのポスターが掲載されています。問い合わせ、桜市、八街市、志々島市、消防組合消防本部予防課、電話 481-1239。 市役所などの年末年始業務案内。市役所や各公共施設の年末年始業務日は次の通りです。公共施設名、電話番号、市役所、電話 443-1111 代表、年末業務日12月28日金曜、年始業務日1月4日金曜、水道課、電話 443-0677、年末業務日12月28日金曜、年始業務日1月4日金曜、クリーンセンター、電話 443-6937、 年末業務日12月28日金曜、年始業務日1月4日金曜、老人福祉センター、電話 443-5211、 年末業務日12月27日木曜、年始業務日1月4日金曜、南部老人憩いの家、電話 445-2976、 年末業務日12月27日木曜、年始業務日1月4日金曜、学校給食センター、電話 444-1181、 年末業務日12月28日金曜、年始業務日1月4日金曜、中央公民館、電話 443-3225、 年末業務日12月27日木曜、年始業務日1月5日土曜、図書館、電話 444-4946、 年末業務日12月27日木曜、年始業務日1月5日土曜、郷土資料館、電話 443-1726、 年末業務日12月27日木曜、年始業務日1月5日土曜、スポーツプラザ、電話 443-8003、 年末業務日12月27日木曜、年始業務日1月5日土曜。年末年始は市役所の窓口が大変混み合いますので、住民票の写しや印鑑証明書などが必要な方は早めに申請してください。年末年始休業中、12月29日から平成31年1月3日は日直市職員が対応します。日直の受付時間は午前8時30分から午後5時です。出生届、死亡届、婚姻届、離婚届など戸籍の届出は日直受付時間中は日直が受付し、
日直受付以外の時間は市役所第4庁舎の夜間戸籍所受付所で受け付けます。火葬許可証は日直受付時間のみ発行します。夜間戸籍届出書受領専用電話番号電話312-1032。市役所の正門と裏門は午後5時から翌日午前8時30分は閉門、施錠します。年末年始休業中は住民票の写し印鑑登録証明書の自動交付機を吸収します。道路上で漏水していた場合は水道課にご連絡ください。クリーンセンターへの直接搬入は12月28日金曜午後4時30分までとなります。安全安心な市民生活を応援、八街市消費生活センターナンバー66。迷った時は一人で悩まずお気軽にご相談を。架空請求、心当たりのない請求に注意。身に覚えのない架空請求と思われるハガキや封書が届く事例が後を絶たないため、引き続きお知らせします。相談事例1、消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせと書かれたハガキが届き、電話をしたら弁護士を名乗る者を紹介され、指示に従いコンビニで支払い番号を伝えて取り下げ料10万円を支払った。相談事例2、大手通販会社の会社名で SMS、ショートメッセージサービスが届き、身に覚えがなかったが連絡をしないと法的措置を取るとあったので電話をしたら、未納サイト料金を請求された。19万円、さらに50万円のプリペイドカードを購入し、番号を伝えて支払った。相談員のアドバイス、架空請求の請求手段は、電話、はがき、メール、SMS など様々です。実在の会社名を語って、本物と思わせたり、法的措置を取るなどと記載をしたり、消費者の不安を煽るケースも見られます。架空請求は消費者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報をもとにさらに金銭を要求される可能性があります。未納料金を請求されても心当たりがなければ決して相手に連絡してはいけません。また消費生活センターから個人情報に関する電話をかけたり、お金を要求することは絶対にありません。少しでも疑問や不安を感じたら、消費生活センターに相談してください。アパートを建てませんかという勧誘にご注意。相談事例、所有する土地の相続について悩んでいたところ、賃貸アパートを建設しないかと電話があった。来訪してもらい話を聞くと、入居者を集め、家賃も保証し、修繕管理もしてくれるという。相続税対策になると聞き、その気になって高額な契約をした。しかし、建築費の融資を受けなければならないし、無理な契約をしたと後悔している。相談員のアドバイス。事業者が建物所有者から賃貸物件を一括して借り上げ、賃借人に転貸するサブリースというアパート経営があります。管理の手間をかけずに、一定の家賃収入が見込めるメリットを感じますが、リスクもあります。家賃保証を謳っていても、家賃相場や入居状況の悪化などにより、見込み通りの収入が得られない場合があります。また、高額なローンを組むこともあり、ローン返済の他に、老朽化による修繕費用など、契約後の追加の出費も必要になります。良い話だと思っても、
人では判断せず、家族や周りの人に相談し、事業者から契約内容や事業計画、家賃収入が減るなどのリスクについて説明を受けるなど十分理解した上で契約の判断をしましょう。相談員のアドバイスは相談事例のほかに類似した相談のアドバイスも掲載しています。問い合わせ、商工観光課、電話 443-1405。 町の話題、第35回八街市ソフトボール大会を開催しました。10月21日日曜、28日日曜、市営北部グラウンドなどを会場に第35回八街市ソフトボール大会が行われました。爽やかな秋空のもと、20チームが熱戦を繰り広げました。大会結果は次の通りです。優勝、旭区。準優勝、米原区。第3位、肘海区 A、夕日岡区です。試合の写真が掲載されています。子ども、若者育成支援、協調月間。啓発活動を実施。11月6日火曜、イオン八街店及び JR 八街駅前で、教育長をはじめ、社会教育委員、市、厚生保護女性会などの方々と、青少年の健全育成を呼びかけました。旗を持って呼びかけている様子の写真が掲載されています。八街市民文化祭を開催しました。10月5日金曜から11月4日日曜にかけ、中央公民館で第61回八街市民文化祭を開催しました。開催期間中、参加者、観覧者など約2600人の方々が来場され、芸術の秋を堪能しました。菊の花の展示の写真が掲載されています。秋の市民ハイキングを楽しみました。11月11日日曜、神奈川県葉山町の双子山で第58回秋の市民ハイキングを行いました。逗子海岸から出発し、森戸川沿いを歩き、双子山山頂展望台を目指すコースで、当日は恵まれた天候のもと、参加した77人は自然を十分に満喫していました。全員の写真が掲載されています。これで12月15日号声の広報を終わります。何かと気ぜわしい年の瀬です。金など引かないように気をつけて新年をお迎えください。朗読は朗読グループ山彦がお届けしました。